鈴木さんでも卒業されたのは今年？はい。でも長い方だよ、だからね。鈴木さんは長い方です。現役はどんぐらいだったんですか？23年目で辞めました。あ、でも23年か、一緒。あ、俺も23年。始めたのが早かった。そう、3歳から。あ、スタートが違ったりするか、はい。小田君から見てあっこちゃんはどんな人ですか？いや、もうスケート界一もう常識のある方。大体みんな何、みんなバカ。みんなバカっていうわけではないんですけど、ちゃんとしてる。そう、そうです。もうすごいちゃんと、もうしっかりしてて、もうなんか困ったことがあればとりあえずアッコちゃんに聞けば、うん、なんか練習時間とかでもアイスショーのスケジュールは、例えば朝ごはんとかの時間でも、アッコちゃん何時やったっけみたいな聞けば、うん、まあ、アッコちゃんに聞けば絶対大丈夫だなっていう。それは小田君がちゃんと入れとけばいいやんみたいな。いや、本当そうなんですけど、うん、まあ、そういう安心感があるというか。だって浅田真央ちゃんも引退してないよね、はい、でもなんかするのかしないのかみたいな話も出てたりするじゃないですか、はい、そうですね、まあ、真央ちゃんの場合は特に、ね、小さい時からずっと、うん、トップでやってきているので、うん、ね、もう大変な思いもあると、うん、そうだ、スケート一本だもんね、うん、そう。